真の中国統一。真の始皇帝により、春秋戦国の混乱に終止符が打たれ、強力な中央集権体制が進められた。画像は始皇帝領から出土した平和用の一団、全冠の建国。真の統一が15年で破綻すると各地で反乱が相次いだが、皇裏を倒し再び中国をまとめ上げたのが流法であり、姿勢の民から、 全館の初代皇帝構想となった人物である。画像は、真の上官衆が描いた、万象動画伝の流頬の肖像、アレクサンドリアの大東大。世界の七不思議の一つで、前305年から着工され、プトレマイオス2世の知性に完成したと伝わる。画像は、その再現図、品種のガリア人。ヘレニズム時代を代表する彫刻で、 コアジアのペルガモン国王はタロス一世がガラティア人に勝利した記念に作らせたものとされる。画像はローマ時代の模造でカピトリーの美術館に所蔵されているハンニバルのアルプス越え。第二次ポエニ戦争ではカルタゴ側の将軍ハンニバルが巧みな軍略でローマ軍を翻弄した。イベリア半島から遠路はるばるアルプスを像で越え油断していたローマの背後を 不意打ちしたことで有名である。アルキメデス。シラクサをヒエロン2世に仕えた学者で、風呂に入ってる途中で王冠の心眼を見極める、方法を発見したなど逸話にこと書か,かない。画像は、紀元後2世紀のモザイク画で、ローマの兵士に殺害される寸前のアルキメデスを描いている。ロドス島の巨像。ロドス島住民が、プトレマイオス町にクミシセレウコス町を退散させた、記念に、 リンドスのカルスによって作られた太陽神ヘリオスの聖堂の像で世界の七不思議の一つでもあった。画像はその再現がマウリア朝のアショーカ王。最初のインド統一を果たしたアショーカ王は仏教の交流にも力を尽くした。画像はサンチーの第一ストゥーパでアショーカ王の時代に混流され春ガ朝アーアンドラ朝で拡張された。 仏塔の前に立つ塔ラナには獅子像がある。グレコバクトリア王国。アレクサンドロス大王の東方遠征の残留ギリシア人によりこの王国は現在のアフガニスタンに建国された。画像はアイハヌム遺跡から出土した人形でインド天文学の影響がうかがわれる。パジリック古墳群。ロシア連邦アルタイ共和国にある月イ文化の影響を受けた。 騎馬民族の古墳で入れ墨をした遺体と数多くの副葬品が出土した。画像は古墳の壁面多いの乗馬する男。紀元前3世紀は、西暦による紀元前300年から紀元前201年までの100年間を指す世紀。ローマギリシア、小アジアエジプトシリアヘレニズム諸国家とギリシア共和制ローマとカルタゴ注釈出展。ありがとうございます。